それでは幹事社さんお願いいたします。幹事社 AKT の高橋と申します。知事の方から発表がありますので、はい、お願いいたします。来週から今、来週からお盆が始まりますけど、お盆の後でございます。8月の19日から22日まで、台湾の、台北市に行ってまいります。今回の訪問ですけれども、台湾から本県への誘客を促進するため、航空会社あるいは旅行会社に対しまして秋以降のチャーター便の運航や送客を要請するということでございます。また台湾政府の観光局等を訪問したり、あと台湾 のいろんな旅行の関係の PR を PR というんですか、紹介記事のを出している雑誌社の幹部に会ったりということで、いずれ、行ってまいります。今回は湯沢市、由利本荘市、北秋田市の各市長さんも一緒に行くことになっています。状況からすると秋田に台湾のチャーター便を中心に、かなりの観光客が入り込んでおりました。ただ東日本大震災でこれが大幅に落ち込みまして、かなり苦戦をして、その後、昨年も私も直接行ってある程度回復をいたしましたけれども、まだ 最盛期までには至ってないということでございます。でちょうど冬の特に台湾のお客様は冬が大変多いんであります。で冬の商品あるいは冬のチャーター便のその運航計画を作るのがですね、この秋になりますので今の時期に行くということでございます。ということで私からは以上でございます。トップセールスに関しまして質問のある社の方いらっしゃるでしょうか。すみません、トップセールスですけど目標としてどれくらいまで回復したいってありますか。実際にこの数字を見ますとですね、例えばチャーター便の数はですね、震災前は30便で20便から30便あったんでありますが、震災によってピタッと途絶えまして、昨年が20便ですね。で今年ですね、秋まで決まっているのが今のところ、来たのも含めて8便で、今年度のいわゆる3月までの便がこれから決定いたします。昨年もですね、夏に行って3月秋から冬にかけて3月までの冬季がですね、大体16便ぐらい飛んでもらいました。これが最盛期には20便ぐらい飛んでおります。また実はですね、定期便が仙台とありますので、チャーター便の全体としてはどうしてもね、減る傾向にあるんですね。やはりですから定期便を使った、今まで航空会社に行くと、チャーター便が中心でしたけども、今度はですね、旅行会社もある程度、台湾のですね、コネクトしないと、その定期便で来た人を秋田に来てもらうという、そういうこともございますので、今のところですね、例えば22年はですね、1万2000人ぐらい来てるんですよね。宿泊者だけで1万2000人ぐらい。これがもう23年度は例のいわゆる落ちて、まず3000人ぐらいになって、ようやく昨年が6000人台になったということで、まだ半分ちょっとしか行ってませんので、我々としてはできるだけですね、これをですね、1万人ぐらいのオーダーをですね、確保したいなと思ってますけども、なかなかそう簡単には、やっぱりチャーター便どうしてもこれ仙台空港で止められますので、それからこっちに引っ張るですね、そうなりますと非常にいろんな あちらの方のね、PR もしなきゃならないということで、今回あちらの方でその旅行についての秋田の特集記事をですね、あちらのそのそういう旅行関係の本雑誌にも載せてもらうということで、また新しい取り組みもこれからしようと思っています。はい、
他にいらっしゃるでしょうか。それでは幹事社から2つ質問させていただきます。はい、先週も質問があったかと思うんですけれども、新エネルギー源の話なんですけれども、洋上風車の研究会が発足したりですとか、再生可能エネルギーの話が再び大きくなっておりますけれども、県のエネルギー政策の今後の展望についてお聞かせください。はい、それともう一つ、関東祭りが始まっておりますけれども、秋田ディスティネーションキャンペーンまで2ヶ月を切ったということで、県の観光政策の、今後の、推進についてお聞かせ願えればと思います。はい、最初エネルギーですけども、まあ、いずれにしても秋田はその再生可能エネルギーというんですか、まあ、新エネルギーがすべてほぼ揃っていると、そういう状況でございます。まあ、そういう中で、風力、太陽光、地熱、まあ、そういうものについて今進みつつありますが、まず地下資源関係では、それこそシェールオイルがいよいよ商業生産されるという、また男鹿市の福明沢ではですね、新たなシェールオイルの採掘試験が始まる予定ということで、まあ、期待が高まっております。まあ、そういう中で、もう一つの例えば太陽光活動、地熱について、地熱、まあ、地下資源の地熱についても、もう先週お話した通り、湯沢地区で国定公園内での、調査が開始されていると、また、今度は太陽光については県内のメガソーラーの第1号が先般、それこそ稼働を始めたと。でこれは地元の方がその画材の特許申請まで至ったという、そういう副次的効果も出てきております。また風力発電についても、今それこそまあ順調にさまざまな計画が進んでおりますが、今度は洋上をという、そういう状況にも至ります。こういう中で、まあ、特に、風力については洋上も含めて、いわゆる問い合わせあるいは、その秋田県内での発電所設置の意向をお示しになるところがですね、まあ、地元企業も含めて今かなりの数がに上っております。我々としてはこういうものをですね、いかにうまく取り込みながら、かつ地元経済にいかに大きな波及をさせるかという、まあ、その視点でこれについて対応しております。またそれぞれの意向がですね、というか進出のパターンが違いますので、まあ、一定のあまりルール作るというよりは個別にお話を伺いながら、我々としてはこれに対して対応しているという状況でございます。まあ、そういう中で、まあ、これはまだまだ可能性の、まあ、まだ可能性の段階ですけれども、一部、この、秋田もその風力発電の何ですか、例えば関連工場状況によっては、まあ、日本海側のどこかに作りたいという、そういう話なんかも出てきております。そういうところも出てきております。まあ、当然これはみんな競争であります。秋田から日本海側には競争でありますので、我々としてはやはりこの風力発電については相当いろいろなところがこれに対して進出するという、当然それに付随して、そういう事業所というんですか、単に発電所じゃなくてそのものを作るところ、こういうところの話もやはり必然的に出てきている状況でございますので、まあ、そういう点にも注目をいたしております。また国の洋上、国の送電線、基幹送電線網の日本海側への敷設についてはやはり将来の利用見込みがきちっと立つことという、まあ、そういう状況で、まあ、来年の予算が今国では組みつつありますが、当然我々としてはそれに手を挙げるためには秋田として、それを十分活用するという、そういうビジョンをですね、国に示す必要もございます。
まあ、今来年度予算の要望等々かかっておりますので、我々としてもいろいろな、事業なんていうんですか、その事業者からの話を総括的に聞きながら、それを国に対して今予算の要望をしようという、そういう段階でございます。またいずれにしてもバイオマス等についてもやはりさまざまな話も出てきておりまして、いずれただ今のところはまだあくまでも打診というかですね、あるいはそういう話を我々聞きつけて、いろいろとそういうところにこう入っていってるという、そういう状況でございますが、まあ、トータルとするとかなり、いろいろな面で我々の取り組み方いかんによっては大きな、その秋田がエネルギーの基地になると、また我々も努力しながら、先ほどお話しした地域産業に、例えば雇用にですね、結びつく方策も出てくるのかなという、そういう思っております。ただ一つだけですね、これ非常に、これからきちっと丁寧にやらなきゃならないのは、やはりどうしても企業はスピード感を持っていることを期待いたします。ただやはり環境アセス、あるいは地域に対する、いろんな理解等々、こういうものもこれは当然、必要でございますので、そういう体制も含めて我々としては、できるだけ早く一定の方向を、それぞれの地域において、一定の方向を、まあ、明確にしながら地域の協力を仰ぐべく、いろんな説明もしていかなきゃならないという、まあ、非常にそういう意味では今佳境に入っているという、そういう状況でございます。あと観光でございますが、今日は観光について、ちょうど今日先ほど、JR 東日本の富田社長さんがおいでになりました。で、社長さんと地元市の社長さんと3人で、定談をいたしておりまして、いよいよもう10月といってもすぐでございます。実は今ディストニーションキャンペーンというのは10月ですけれども、秋田においでになる、旅行のにおいでになる方はですね、ちょうど今がですね、楽しい時期ですね。皆さんもご承知の通り、どこへ遊びに行くというと今頃からですね、まあ、いろんな資料を見たりパンフレット見たり、まあ、ウェブを見たりして、どういうコースにしようか、どこに泊まろうか、そういうところがもうまさに今なんですね。ですから、10月以降のおいでになった方々にきちっとした観光をしていただくための努力は必要ですけれども、今やはりいろんな情報発信をですね、そのいろんな多方面からして、ぜひともですね、ワクワクしながら秋田に対する旅行プランを作ってもらうという、そういう、まあ、今がそういう時期でございますので、もう我々としてはそれこそその前段としてさまざまな情報提供を今努めております。また当然、直前の9月の末にはですね、まあ、首都圏におきまして、まあ、いろいろな有楽町でそのふるさとの秋田祭りだとか、秋田の食材フェア、これは美祭館、あるいは JR の上野で三直市だとかですね、まあ、山手線にラッピング電車を走らせたとか、まあ、あとそれぞれ市町村もですね、いろんな取り組みをしておりますし、また特におもてなし運動ということで、現在480団体約3万6千人の方が登録してございます。まあ、これについてもそれこそ、まあ、別にディストネーションキャンペーンだけじゃないんですけれども、外から来たお客さんに爽やかに過ごしていただくということで、このおもてなしの分野についても今回の DC では非常に重視しているところでございます。まあ、そういう中で、まあ、若干ずつありますが盛り上がりも出てきております。またいろいろな最近の観光のいろんな調査ものでもですね、割とこう、まあ、いい結果が出ておりますので、我々としては課題はたくさんございますが、一つ一つ課題を解決しながらこれを図っていきたいと思っております。また私事ですけれども、いろいろ個人的に、まあ、いろんなところに出たりいろいろ雑誌の記事だったり、まあ、これはたまたま秋田という、私のたまたまうちの生まれの、ちなんで、そのなんとなくこう
そういう書きやすかったりテレビに出しやすかったりでもするようですけども、私も別に目立ちたがり屋ではありませんけど、私で済むことであれば、別に出演料もいりませんので、とにかく何にでも出て秋田を PR しようということで、いろんなそのお盆の最中もビデオのテレビの録画だとか、まあ、その後もいろんなことが出てきます、まあ、これは乞うご期待というのもございますので、一つその時になったらまた発表したいと思います。大体あとは、今回の、これらの2つの質問について質問のある者いらっしゃるでしょうか。それでは内容ですので、それ以外の、質問事項ありましたらお願いいたします。産経新聞の渡辺です。終戦の日が近づいてきましたが、知事は秋田県護国神社に参拝する予定はございますでしょうか。行政のトップとしての戦没者の慰霊追悼についてどのようなお考えをお持ちなのか、あるいは個人的にですね、靖国神社や護国神社に参拝されたことはございますでしょうか。靖国神社、護国神社に対してどのような思いをお持ちでしょうか。私も戦後の生まれで、進んでちょっといろいろな意味で、なかなかそういうことに対して、まあ、的確な答えが出てこないかもしれませんけども、いずれちょっと私の場合は特殊かもしれません。護国神社も靖国神社も参拝したことは一回もございません。お盆になると私としてはうちの、一つの家という形で八幡神社といういわゆる八幡太郎義家の八幡神社というのが私のうちの中に、屋敷内にございますので、まあ、一族でそれにきちっとお参りをするというのが私のうちの昔からのしきたりでございます。まあ、八幡神社そのものは八幡太郎義家、まあ、武運 の、 あの神様でございますが、まあ、もろもろこれは実は毎日知事公舎 にもですね、小さなそのあれを持ってきておりまして、多分全国の知事さんの中で私ほど仏様と神様を拝む人はいないと思いますが、朝必ず八幡様にですね、まずは、一族の繁栄と家族の平穏と、まあそれこそ、健康、そしてうちの猫ちゃんの安全ということが一つ、もう一つは秋田県民の皆さんのお幸せと、秋田県が発展しますようにという、その2つを必ず拝んでいます。ですから私にとって神様に手を合わすというのは365日、まあ、出張の先でも私のこちらの方向いてちょっとはやりますので、まあ、家族もみんなそういう習慣ついていますので、なんとなくそれが普通だという状況でございます。あと靖国神社あるいは護国神社についてやはりこれですね、いろんな問題はあるかもしれませんけれども、日本人の基本的な信条として実はですね、私は公式参拝だとか非公式参拝というのは実は前にも言ったことあるんですけども、参拝というのはあくまでも個人の心の問題なんですね。心の集合体としてその一つのものがあるわけじゃなくて、それぞれ個人の行為でございますので、私はこれに対していいの悪いのというそういうことはないんじゃないかと思います。参拝をされたい方はやっぱりされればいいし、したくなかったらしなくていいという、それに対してとやかく言うという私はそういう気持ちはございません。知事として、戦没者の慰霊追悼についてはどのようなお気持ちをお持ちでしょうか。これは毎年10月に慰霊祭もやっておりまして、まあ、当然、その手を合わせるか合わせないかは別にして、やはり戦没者の方々このいろんな考えがございますが、私はいずれにしても戦没者の方々というのは非常に自分の身を犠牲にして、まあ、一つの国の
に捧げたという、まあ、これがいいかどうか別にして、これいろんな論評ありますけれども、私はその方々の、御霊が安らかにということは、私は日本全国の国民が当然思って叱るべきことではないかと思います。ですから当然そういう気持ちは私もございます。まあ、それがたまたまそこに神社に行って拝むか拝まないかというそういうことではなくて、常に私自身は自分の八幡様を拝みながらも、その例えば秋田県民の幸せだとかを祈っておりますので、まあ、そういう中の一環として、まあ、当然お亡くなりになってなったそういう戦没者の方々に対するもその礼も心の中で尽くしているつもりでございます。先の大戦に対する知事の歴史認識をお尋ねしたいんですが、全く間違った戦争だと思いなのか、やむを得ない面があった、正しい面もあったというふうにお思いでしょうか。これはですね、一概に、決められない問題だと思います。やはり過去にあった歴史というものを否定するものということはできないし、まあ、その時の状況にならないと、その場のいた人の気持ち、あるいはその状況にならないと、後で我々が一定のそれに対する評価はいいでしょうけれども、これが絶対正しいだとか絶対悪だという、そういうことはないんじゃないかと思います。また戦争そのものをですね、やはりこういうこと言い方をするとあれですけれども、勝てば官軍、負ければ賊軍という、そういう形になる場合が往々にしてございます。ですからこれを単純に、いいか悪いかという決める、私はそういう資格もないし、そうは思っておりません。ただ今を生きるものとして、これからやはりいろいろな面でも、これは戦争が起きれば必ず多くの犠牲が出ます。ですから我々としては、いかにこれから過去に学びながらも過去を否定するわけじゃ、否定せずに、むしろ前向き思考でいかにこの戦争というものをなくすのかという、そういうことに尽力するのが、まあ、政治の務めではないかと思っています。時事通信の森です。すいません、国の方で今概算要求の検討が進められているかと思うんですけれども、はい、県としまして、種々、予算に盛り込んでほしい要望はあるかと思うんですけれども、今回の来年度当初予算の関係で特にこう県の方から要望したいことの柱のような部分というのは何かおありなんでしょうか。はい、一つはですね、まあ高速と交通体系について、いよいよ日沿道の山形県境部分がいわゆる事業化調査に至ってますけれども、これについてやはり本格的な事業これからでございますので、それあるいは小勝の山形県境中央道ですね、あそこの計画段階評価から具体的な実施、調査に対する予算、あるいは県北のあれはもう事業化しておりますが、二つ井のあそこの空港のところ、あそこについてもですね、まあ我々の希望ではですね、ぜひとも平成20年代に全て完成させてほしいということを言ってますので、それに必要な予算の確保、ですから高速交通体系の確保、これが一つ大きな予算事項の要望でございます。もう一つは、まあ、TPP があるなしにかかわらず、まあ、農業政策について、まあ、所得保障の問題の、まあ、その改正、あるいはその6次産業化を含めたその規模拡大に対するかなりの重点的な政策が、国では検討されておるようでございますので、まあ、農業関係について、まあ、これからそのより競争力が高く付加価値の高い農業ができるような、そういうハードソフト両面の支援策についての、まあ、予算的な充実、これが大きな農業政策が2番目でございます。3番目として先ほど言った秋田の、まあ、青森から秋田に至るいわゆる風力発電等々に、本格導入に関する
基幹送電線網の、これについては、まあ、北海道もやっておりますので、これもだいぶ各県ともいろんな地域がそれこそ競争もあるようでございまして、我々は先ほど言った通り、秋田 のビジョンをですね明確にしながら、これについてぜひ青森から秋田に至るルートを採択してほしいと。であとは4つ目として、これはどこの県でも同じですが、地方団体いわゆる、地方交付税、今年その今年度は例の給与のカット等でそういうこともございましたので、正常な形で、交付税、地方交付税の措置をしてもらいたいという、この4つあたりがですね本当の大きい柱であります。あとはいろんな事業レベルのことがたくさんございますが、まあ、数十項目ありますが、おおむねこの4つがですね、非常に大きな柱になります。すいません、秋田テレビの高橋と申します。話が大きく変わってしまうんですけれども、弊社のイベントで大変恐縮なんですが、今月の10日11日にプロ野球の公式戦がありまして、知事もバッターボックスに立たれると、でピッチャーが昨日の会見で壇蜜さんということが決まったわけなんですけれども、昨日の会見の中で壇蜜さんが、まあ、コントロールが不安で、もしかしたら知事にボールを当ててしまうかもというような、まあ、メッセージといいますか、そういった話をされていたんですけども、知事はどういったこう対応される予定でいらっしゃいますか。また鼻の下が長い。まず記事が載った途端にみんななんていうかメモリー秋田弁でね、メモリーなんていいことだ、いいことっていう、まあお前だけいいことして、別にそういうつもりはございませんが、大変私も壇蜜さんに投げてもらうと、少々当たっても大丈夫です。頑張ります。いや楽しくて今からですね、大変ウキウキしています。わかりました、ありがとうございます。秋田先駆けの佐藤です。はい、先ほど の、靖国の関係なんですけども、はい、これまで参拝したことないということでしたけども、今後予定はありますか、ありませんか。私はですね、八幡神社の方古いですからね、もう1000年の歴史を誇ってますので、しかもやはりそういう意味ではあんまりあちこちの、ね、神社に参拝するという話でもないですし、私自身は特に靖国に行ってということは考えてもございません。ただ当然自分のうちの神社に拝むときには、やはり日本のね繁栄と安定と平和もということは、そういう心も込めてやっておりますので、まあ、そういう過去のさまざまな犠牲になった方々に対する哀悼の念も、その中で私のところの神社に拝む中でその心を入れているつもりでございます。はい、確認ですけど、校舎に持ってきておられるのは神棚みたいなものですか。はい、神棚、自宅の八幡神社の神棚を持ってこられる、まあ、ご本尊はこれ持ってその中にありますけれども、まあ、当然うちにも神棚ございますので、それはこっちにもですよ、ちょっと分社して持ってきてます。これご先祖様ですございました、八幡太郎吉家ご先祖様でございますので、そういうことでございます。まあ、これは近いうちに、ここの、新聞社の某新聞社の週刊誌に、このご先祖様のご本尊のことは載るはずでございます。お盆の特集で週刊なんとかっていうどこでしょう、どこでしょうね。これお盆特集にそれがご本尊が載ります、八幡太郎吉家の。すいません、確認なんですが、八幡神社あるのは角の館のご実家のことですよね。はい、わかりました。ですからお盆にまた帰りますので、そちらのご本尊にも当然きっと拝むわけであります。はい、以上でよろしいでしょうか。これで知事会見を終わりにします。はい、お疲れ様でした。